視聴の皆様おはようございます。吉高です。先ほどのマッチでやっとプレステージで回して使えなくなってたパークの2つ目が使えるようになったので慌てて1つカスタマイズしてるんですが、これはですね、ゴリアテにそろそろ乗りたいのでゴリアテを出そうと思ってスコアストリークを組み直しているところです。ひょっとしたらこのロビーで行けるんじゃないかなという淡い期待のもとにゴリアテ持ち込んで見てるんですが、どうなるでしょうか。今回ですね、これまでの練習の成果を遺憾なく発揮してちゃんとマップを見て慎重にスコアを貯めていきたいと思います。そのためにちょっとどうなのかなと思ったんですが、サブマシンガンで一番ダメージ量のある確かそうだよね、ASM-1 を持ってきてます。毎回序盤がエンジンのかかるのが遅いのか集中力に欠いていてやられるので、今回はなるべく早めにスコアを貯めるべくいってきます。もう目に映れば何でも獲物だと思ってるんで、ちょっとエイムがグダグダですね。エンジンかけてこ、エンジンかけてこ、かかってないいやいや、今回はね早めにやらないとスコア足りなく、時間が足りなくなっちゃいますからね。いきますよ、マップを見てね慎重に。ちょっとあんまり武器に頼りすぎないように、弾がねたくさんあるんで毎回これ持ってきた時はちょっと油断しちゃうんですよね。おっと、乗り越えながらで乗ってるよ。多分ねガンホーは乗り越え動作中はどうなんだろう、撃ててるのかな、こう聞いてると思うんですけど、まだ乗り越え時にやられなくなったのでガンホーとファーストハンドはあんまり意味なかったかな今回は。 OK、 さあこの調子で慎重に。おっと、ここから仲間がリスポーンしてきたってことはちょっと敵は離れてるな、慎重になりすぎたかな。序盤のリードは奪われても、 OK、 落ち着け、落ち着いて、 OK、 まずは UAV。 ここはねちょっと入れ替わった時にリスポーン位置になるので、リスキルは好きじゃないんだけど、この辺ちょっと警戒させてもらいます。仲間とはぐれちゃったんで、まだ私みたいに残ってる人がいるかもしれないので裏からお邪魔します。失礼します。やっぱ残ってたね。ちょっと仲間がみんな固まりすぎじゃないかな、ちょっとこの辺見回ります。 OK、 QMC。 さあケアパケまで来たらあと一歩なんじゃないか。ここでやられるわけにはいかない。序盤のうちに貯めたいところ。まだね接戦なんでね気分が楽なんですよ点差があるとごめんなさいって感じですけど、 OK、 ゴリアテ来た、ありがとうございます。ここで気を抜いてはいけない、気を抜いてはいけないよ。そうよね、いつもね2人3人、3人目で大体やられちゃうんですよね。この辺は反省点ですね。先にキュアパ系の中身をちょっと確認したいので、今一度向こうも呼んでる。これは、なんだっけ、マップストリーク、フィールドオーダーですね、ゴーストの。ちょっと、気が据えてるんで、早めに乗りたい。オッケー、到着した。初めてゴリアテに乗れました。初路上教習です。今まで何度か出してるんですけど、ことごとく奪われて自分で乗る機会がなかったもんですから、これは心が躍りますね。歩みは圧倒的に遅いですこれ防御力でいつまで活躍できるのかわからないですけど、そう、ゆう子はうちの中へ。バリコいないか、ここね、いっぱい集まってるはずなんで、集まってるねさあみんなで見てくれ、ゴリアテを見てくれ。仲間後ろいっぱいいるけど、後ろから こいつをぶっ倒しに来るはずなんで、後ろお願いします。後ろを見ててください大丈夫か、まだ粘って、まだまだいけるぞ、まだ大丈夫だぞ。一応お願いしますね。だいぶ回られた、だいぶ回り込まれた。でも歩みが遅いんで、ここから動くのがちょっと怖い。後ろ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 お願いします。
歩み遅いんだからごめん仲間。はい、おっそろそろやばいかな。あともう一人ぐらいやっていきたい。行こうで、ね、できる、もうちょっといけるかな。あーここまでか。私のタイタンが、いやでも初めての路上教習は気分が良かったですね。さあここ引き続きマップストリークを使う。はこれもあれなんだこれ、どこ、ここあマップの外か。さあ入場です。どうしたらいいのこれ。あなんか方向キーでゆるっと動き出して、あとは操作一緒なんですけど、ちょっとなんかカメラ感度が速すぎる、これ調節できないんで速すぎるんでちょっと戸惑ってますけど、あなんか楽しいですね。上から中に入ってるのが見えます。どうだどうだ、そうそうそう、もう入ってて中に、なんかまだ使えるのかな。あ終わりましたね。あこれぐらいの時間使えるのか。初めて使ったプランガンナー、ちょっと楽しいかも。ここまでもうちょっと十分デトロイトを堪能させてもらったので、あとは足を引っ張らないように、まだね検索大したことないんで後半戦楽しんでいきますよ。走っちゃうぞ。てかなんでこのロビー皆さん仲間固まってんだろう。もうちょっと固まり、あ大丈夫ね、お願いしますね。ちょっとここ見てます。向こうもいい感じに展開、あでも今出るのは危ないか。いやもう一回行こう。 OK。 うわーちょっと中いるな、見られるぐらいになる。そっからどうだ、通過できたなんとか。あーちょっと後手後手になったな。ちょっとこれ慎重になりすぎた。あーこの距離はちょっと難しいな。マジでフラッシュで目がくらんでしまいました。ちょっとねちょっとラグがガクガクするガクガクするけど、なんとかちょっとフォロー間に合わない、来るかな。あっと若干ラグを感じますけど、一時期に比べたら随分楽なので、この日のバージョンアップのアップデートの後からかなり快適に遊べているような気はします。もう試合終了間際かな。中はいや外に行ったの、外回ったか、急げ急げ急げ、外回られた、痛い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 、この人この人と、ここで終了です。いや今回はかなり走り回れて楽しかったのではないかと思います。マップも見れてそこそこデス数も減らせましたし、あとはもういつも通りエンジンがかかるのが遅かったのと、1人目2人目、あと3人目までの注意が回らないので、もうそこはもう今後も気をつけて、またゴリアテちょっと別のマップでも使ってみたいですね。ぜひこれからもこんな感じで楽しんでいきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。吉高でした。